延べ41万人が乗車した JR 九州の観光列車 SL 人吉が今日運行終了を迎えました。102年前に作られ86の愛称で親しまれた蒸気機関車です。2009年から SL 人吉として熊本人吉間を走っていましたが、4年前の豪雨被害による影響で熊本鳥栖間で運行されてきました。部品の調達が難しくなった影響などから運行終了が決まり、最終日となった今日は特別に博多熊本間を往復するラストランイベントが行われました。 SL はですね、匂いだとか音だとか、あとはそばに寄ったらですね、熱も感じます。そういったものをですね、すべて焼き付けていただけたら本当に嬉しいなと思います。明日は沿線住民らを対象とした記念式典が八代駅で行われる予定です。